J ラセリーグ公式戦ファミリーシリーズ2021中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズ第8回戦、試合に先立ちましてただいまからセレモニアルピッチを行います。ピッチャーを務めてくださるのは俳優の鈴木福さんです。鈴木福さんです。鈴木福さんは2011年のテレビドラマ丸子の本家で人気を博し、それ以降映画、テレビ、舞台、CM など多岐にわたり活動中です。最近ではニュースなどの情報番組やラジオ、ナレーションなど仕事の幅をさらに広げ、インスタグラムや YouTube などでも情報を発信されています。ドラゴンズからはブルペンキャッチャー中田雄一郎さん、アンパイアがドーラさんです。アンパイアがドーラさんということはそうなんです。特別企画ということで今日はドラゴンズの2人の選手と対戦してもらいます。鈴木ひろし、通算打撃成績は打ち出す平安です。次のバッターボックスに向かっていきます。さあ、それでは俳優鈴木福さん、投球をよろしくお願いします。鈴木福選手に大きな拍手をお送りください。